土の表面に肥料をまいて、コーン機とかトラクターで耕すと土全体に肥料が混ざるんですよ。で、土全体に混ざるから全層施肥っていう言い方をする。施肥ってのは肥料を施すことで、こういうふうに溝の底にだけ肥料を入れるのを、これはその土の中のある部分にしか肥料がないから、これを局所施肥とか、まあ溝の底にまくから溝施肥とかっていう言い方をするんです。で、昔はその要するにその人間とか、牛や馬が耕すぐらいしか労働力がなかった時代っていうのは、大体溝石でやってた方が多かったんですね。で、この方がその植物の根っこが伸びてきて、ちょうどその肥料を吸う位置に肥料があるから、肥料を与える効率から言うといいんです。ただその機械でトラクターとか耕運機で耕す場合って、大面積を耕すから、そのいちいち溝を掘ってるっていうのは逆に手間に、溝を掘ってこういうふうにその肥料を溝の底に埋めていくっていうのが手間になるんですね。だからトラクターでやる場合っていうのは全層施肥でしてることの方が多い